動けなかったからぶつかってて壁に。いやいや。お二人には。ね、でもまだ始まってないからね。ね。ね。うん。今日もあの別件って言ったらあれですけど、あの高校野球が夏開催中止っていうのを発表していて、で春に続いて高野連が発表したんですけど、もうなんかね、高校球児のみんな、まあ他のスポーツもそうだと思うんですけど、もうそこ、変な話、そこだけを見てやってきた人たちがその晴れの舞台を失って、で今その各地に投げられてるんですよね。よく見るとその甲子園自体はあの中止なんだけど、各地の高野連がじゃああの例えば独自にその地域で、リーグというか大会を開催するとか、そういう各地に何て言うんだろう、今いろんなものが委ねられていて、その流れともしかしたらミニシアターとかっていう各地の全国のっていう、まあ、地域のハブみたいな場所が今はどう動くかっていうことに、うん、ある種無責任に投げられてるなっていう感じがあって、あ、まさにこういろんな立場の方が同じような状況で苦しんでいる、まあ、ただね、こうやってこう、うん、動き出すことで、もちろん手探りで何かね、あの、ミスも発生するとは思うんですけど、やっぱり行動しないと何も始まらないなっていうのはね、すごく日々思いました。思ってますね。か。本当にそう。うん。動かないとね、もう、いや、それはもちろんね、いろんなものが、あの、整って、あの完璧な状態までね、こう整って動き出すことは、まあそれはできたら越したことは本当ないと思うけれどもね、なんかこういう状況下の中で、はい、そのもちろんその高校野球も甲子園もそう、高校野球もそうだし、今あのもちろんその、まあ、俳優たちもそうだし、ミニシアターももちろんそうだし、でもなんかね、今こう、ね、自分たちは今そのミニシアターの支援をってなってる時に、やっぱりなんだろう、なんか本当こう今みたいなこういう形でもさ、うん、それを何かをやろうとアクションを起こそうとするもうところからこうやってあのもう見てもらって皆さんにね、それでなんつうの、そのスタートラインにまでこうた、まあ、あの行くっていうところからも、うん、もうなんだろう、まあ言ってみればもう本当時間との勝負になってきてるっていうのもあるからね、うんうん、なんかこの今回のインスタライブも特にじゃあね、たくみくんと何を話そうかとか本当に決めてるわけでもないし、ただこうやってなんか2人で問題を定義、ね、問題をこう話し合いながらこうやって参加してくださってる皆さんもそれであのこうなんか一緒になってその話を考えてくださったり、うんね、何かあの知ってもらったりとか、逆に僕たちがこう教えてもらったりとか、うん、なんかそのライブ感っていうのはなんか本当にいいなとも思うし、ね、とにかくやっぱり今は何をするにもこう本当に時間との勝負なんだなっていうのをすごい感じてる。もう動かないとっていう、うん、あの劇場が結構再開し始めましたけど、やっぱり前後左右を分けないといけなかったり、うん、全体の 15% で満員になっていう、 こう定義みたいな新しい、それでやっぱりじゃあやっていけるかっていうこともそうだし、そのやっぱ長期的になんて言うんだろう、ミニシアターエイドっていう、まあ、言葉、セーブ・ザ・シネマっていう言葉が持つような、うん、ことを知っていきたいですよね。おそらくその環境でじゃあ営業再開どうぞって言われても今までのようにはいかないとは思うので、
僕らは速度感とその長期戦というかその両方を意識しながらアクションしていくべきなのかなというのは思いますね。そこが本当ポ、ね、あの大きなポイントというかテーマだよね、本当に。今回は、ちょっとね、配給会社さんとかね、その間に入ってくれていた職業の方たち、なかなか目立たない職業の方たちが、の存在はどうするんだっていうこともあるし、でもかんでもじゃあオンラインでってなると、それはそれで、ね、すごくそのことで困ってしまう方もいるっていうのもあるんですけど、ただいろいろ考えすぎると結局動かずじまいっていうのが一番僕も、よく陥ってしまう袋小路なんですけど、でもそうじゃ今はダメだっていうのがアルタさんの電話の時に直感でなんかやっぱりあったので、本当にできれば今月中に何か具体的な一歩目は踏み出したいなとは僕自身は思っています、うん、こういうインスタライブの延長でもいいと思うんですけど、踏み出そう、うんうん、踏み出そう絶対に。あ、綾野剛もコメントしています。おお、おお、まさに渋谷っていう、渋谷、ね、渋谷、綾野くん、やったんで、もう現場いらっしゃいましたからね、原作で、うんうん、すごい作品だったな。ね、すごい作品だったよね。ごー、ありがとう。わー、嬉しいな。綾野くん、元気かな。元気そうだな。元気だと思いますよ。なんかいつも気にしてくれて、こういうインスタの、うん、解説したのも、これ本物っていう連絡が来て、嘘すぐに彼の方で僕が始めたってことをインフォメーションしてくれて、うん、うん、渋谷ですよ、チーム、うん、チーム渋谷、すごい役、ね、僕、新田さんもそうし、うん、自分もなんかキャッチの、うん、お兄さんみたいなので、新田さんもね、そういうちょっと風俗店の番台にいる人みたいなね、うん、そうそう、受付の役だった、うん、いやー面白かったな、うん、渋谷。あ、マキコさんから移動の指示が来ています。移動、移動、移動とかあるんですかこれ。移動、移動、あ、あー、うわ、どうすればいいんだろう。マキさん、あなた、ライブ前回初めてですよね、マキさんと言った。この2人でやるのは初めてだった。うんうんうん。うん。移動は、ちょっと待ってね、これどうすればいいんだろうな。一回出るのか。でもこっちがホストだからどうすればいいんだろう。たくみくんを残すことできるのかな。二度と入れない気がするっす。なんか、うん、うん、そうだよね、うん、これは、移動、一旦こちらは終了ですって、マキコさん、あ、一旦これ終了するのか。え、時間的なことじゃなくて、そうか、え、これ見てくださってる方たちも、うん、うわ、こんなに見てくれてるんですね。頑張りましょう。そしたらどうするんだ？一回、これを終了させて、たくみくんが、はい。たくみくんがインスタライブを僕始めて、それは、2年ぐらい。いますよ、多分。2年ぐらいかかる。マキさん、じゃあこのまま。マキさんが違います。はい、違います。ついてきてください。ついてきてください。マキさん。え？お二人 SNS よぼよぼって書かれてる。よぼよぼっすよ。一回出て公式サイド
始めてくださいとのことでしょう。うん。なるほど。あ、ちょっともう。どうするんだ。どうするんだ。これは。お疲れ様で、たくみさんが抜けるしかないのか。いや、違うんだよね。自分のアカウントを違うところから始めたいんだよな。見てくださっている方々についてきていただきたい。見ていただきます。あ、マキさんが、先導してくれてますね、旗も。はい。やっぱり、やっぱり、抜ける。はい、1回、8525人、32人の皆さん、一度この、唐突にこれ今、ちょっと、一回切って、はい、でも、ちょっと、あれだな、たくみくんの、たくみくんのアカウントで、始められる？です。いや、僕は今日いいねを押すのが精一杯でした。ハートマークの。精一杯だった。あれが僕の限界だなっていうのはね、感じたんですが、始め方ってここで聞くことじゃないと思うんですけど、どうやって始めた？あ、でもマキさん、間違えって言ってるの？そうそうそう、間違えって言ってる。これは。ここで引き離されたら時代についていけない。うん、新田さん飲み物飲んでくださいね。はい、飲み物飲む。うん、無理か無理か無理かって言われた。と申し訳ない。間違いはタイプミス。間違いはタイプストーリーを左に指で、ストーリーを左、ストーリーってなんだろう。うん、そうだよね。わかんないよね。ストーリーボタンを押して、ライブを選べばできるはず。あ、今じゃなくて。うん、一度。そうなんですね。一度切った場合は。はい、ちょっとメモしていいですか。うん、もちろんもちろん。左上のストーリーボタンを押して。ストーリー、左上の、自分のアイコンあるでしょ、うんうんうん、プロフィール写真。はい。そこを押したら、うん、こう、ウィンってこう、こういう感じになるんですよ。今の状態みたいな。はい。で、それを、うん、それを、こう、ビュッ、ビュッと一番左まで行くと、下のところにライブっていうのが、ライブっていうのが、はい、そこまで、そこまでこう、スクロールして設定するの。それで、新田さんをお誘いすればいいんですか？で、それで、そう、たくみくんはそこで、ポチッとスタートボタンを押す。うん。そしたら、ライブが始まる。で、はい、で、たくみくんがライブが始まったら、さっきみたいに、はい、自分がリクエストを、はあはあ、あるアカウントからします。はい、で、はい、それを、ここで今、文字が出てくるように、コメントが出てくるように、うん、コメント自分もおりゃーってするから、そしたらそれをピッて、こう、タッチして、はい、リクエストを承認してくれれたら、はい、またこの場に戻ってこれるはず。わかりました。ちょっとじゃあ、やってみます。やってみる？やってみる？一回抜けるってことですよね。9000人の皆さん、また戻ってきてください。そうか。恐ろしいけど、でも移動した方がいいんですよね、今日は。うん。どうなんだろう。やってみよう。これも一つの、うん、エンターテインメント。なんか本当に、なんかよちよち一歩目に付き合ってもらって、皆さんお忙しいところ本当にすいません。無理そうって言われてる。はい、左上のボタンから、うん、
わかりました。ちょっと